やだ、私記憶を消されたくないわ。抵抗するな。待て、こら、逃げても戻るぞ。またやり方、うわーうわー一体誰だ、こんなところでランボルギーニを乗り回してるバカは。あ、待たせたね、リーカー愛の選手権。こんなことはありえない、私のデータにはないぞ。貴様が生きているということは。さあ、もう一人の私を、リーカーたちを解放してもらおうか。ここからはパック開封デスマッチは私が引き継ごう。さあ、貴様に受けてもらうぞ。これが本当はパック開封デスマッチだ。ハクキッドライス。もう一つ発売されていたのだよ、パックはね。パックは二つあったのだ。そういうことなら貴様を殺してやろう。もう一度だ。貴様は二度私に敗れるというのだ。そんなことはない。一体どっちのピエールさんがどう話してるのか俺にはわからないぞ。どっちのピエールさんが話してるんだ。黙っている愛の選手権。その代わり貴様が負けたらあのゼラチンに使ってもらうからな。いいだろう。だが逆もしかりだ。貴様をゼラチンに封じ込めてやる。リカたち、待たせたな。パパ、こっちが本当のパパよ。怖かった。ああ、もう大丈夫だ。安心しろリカ。君たちのパパはね、強いっていうことを見せてやるよ。さあ隠れておいで。さあ君たちはあのランボルギーニの、後部座席に。後部座席なんかないわ、ツーシーだよ。いや、いいから後部座席に乗っておくの。後部座席に乗っておくんだお前たちは。なるほど、貴様みたいなデスマッチ狂いイカレ野郎が一丁前に父親の真似っ子ということか。いや、私はこれでも父親なんでね、リカたちを守らなければいけない。私の娘に危害を加える。貴様を許すわけにはいかないんだよ。平行世界に返してやるぞ。封印してやる。さあ見せてやろう。これがピエールの本場のパック開封デスマッチだ。行くぞ愛の選手君。俺も行くんすかピエールさん。何を言ってる愛の選手君。君の平和は私が守ってきただろう。行くぞ愛の選手君。俺は行かないっす。貴様が生きてたことは私の計算にはなかったが、それでも私の勝利する確率が狂うことはない。私の勝利する確率 100% だ。私は負けない。私のデータパック開封デスマッチは負けないのだよ。この世に 100% という言葉はないのだ。このデスマッチの帝王と言われた私でさえ敗北したのだからね。次は貴様が敗北する番だ。真のパック開封デスマッチというものを見せてやるぞ。さあ貴様のターンからでいいぞ。もう一人の私を、ああもう一度殺してやるよ、この手でな。もう一人の私、貴様は過去の私に過ぎんのだよ。さあ、じゃあネオピエールである私から失礼。どうしたというのか、いきなり。あ、どうした、ビビったかね。これが私の力だよ。基本水エネルギーの UR だ。ありえない、出したというのか、いきなり UR。 なかなかの強敵だが、そんなものか。いいか、 SR はまだ出る。貴様にそれを見せてやろう。私のターンはこれからだ。ああ、おじけづいたのかね。もう一度殺してやるよピエール。いやー、だが出ないな。そんなものかね。私のピエール、超スーパーハイパー回転ドローを見せてやる。この技を使うのも久しぶりだ。超スーパー回転ドロー。私のバックのレンズを見出すのやめろお前。どう、サコやんけ。さあ、ナイトちゃんだ。うん、これは非常に可愛い。だが今回はポイントにならないからね、ナイト選手君。貴様みたいな見かけだけの、そんな回転するだけの技でパックの確率が変わるわけがないだろう。貴様バカかな。貴様、その言葉は自分にも誘ってると気づかないのか。データと言いつつもうパックの中身は変動しない。貴様のデータはデータではない。いい加減気づいたらどうかね。クソ、引けない。なぜ引けないんだ。私のはデータなのだよ。私は統計を取っているんだ。今までのパック開封デスマッチ、貴様の戦い、すべて過去、もうジュラ紀にまで遡った、もうデータが私の頭の中には詰まっている。私のパック開封デスマッチに狂いはない。このパックからダブルレア以上のカードが出る確率 96.5899756% だ。何、そこまで計算したというのか。だが出ない。だから言ったんだ、貴様のはデータではない、ただの当てずっぽうなんだよ。そしてマグルだ。ここまで 100% の勝率ついたが、それはただのマグルなのだよ。2分の1を勝ち抜いてきただけだ。貴様にはそれが分かってないようだな。パック開封デスマッチとはそういうものなのだよ。それでも結構、君がまぐれだというのなら結構だが、私はデータに基づいて貴様と戦って、貴様に勝つ、そして貴様は2度私に敗れ、プライドはズタボロというわけだ。さあ貴様、音楽家からも引退させてやる。さあガラルギャロップ V だ。私に敗北はない。なかなかやるな私。だがここからだ。
ここからだ。まだダブルレオを2枚引くだけでいい。それで貴様に追いつけるということだ。ピエールさん、ピエールさん、ちょっとまずくなってきたな。皆さん近く焦っているな。私よ、どんな気分だ。それでも私のドローだよ。口ほどにもない男だ、カヤマピエール。あ、ピオリーさんがいますね今回。絶望的な状況だ。いや、だがいい、これがいいんじゃないか。パック開封デスマッチ。この絶望的な状況から逆転する、これがたまらなくいいんだよ。このデスマッチグルメ、お前のやつ、お前みたいなやつがいるから、いかが魔女に闇に落ちてしまうんだろう。貴様はなぜそれがわからない。貴様は父親失格だ。ああ、父親失格で結構だが、貴様はそれ以上に父親失格だということを思い知らせてやる。私のパック開封デスマッチは敗北はない。ああ、魔女ちゃんが来てくれた。なんか全然レアが出ないぞ。これはまずい、まずいぞ。相田選手君、ピエールさん俺に言われても。貴様やはり雑魚だな。私がこのパックからダブルレア以上のカードを出す確率 65%、 低いじゃないか。それちょっと保険をかけてるだろお前。やはりデータなんてない、お前にデータなんてないんだ。貴様は当てずっぽうだ。もう出ないかもしれないという弱い心が 60% という気持ちに出てる。いいか、私には絶対に引くという信念がある。ピエールブリッジドロー。ピエールさん何ですか、どうぞ。ピエールブリッジドローはすごいカードを引けるんだよ。命狙いボルケニオンゲット。覚悟の準備をしておいてください。いいですね、裁判所にも問答無用で来てもらいます。ほら、チョップで刺すんじゃない、もう一人私。なかなかやるじゃないか。だが所詮はダブルレア、まだ3点も私は貴様に差をつけている。この圧倒的点差を逆転することは不可能なのだよ。無理だね。なんだこの貧弱なカードでは。貧弱なのはお前の脳みそのほうだろう。私のドローだ、行くぞ。私はここからサダイジャムイを引いてくる。何バカな、ありえん。ここから逆転だとありえないのだ。だがまだ点数は2点も差がある。トリプルレアを私が出してしまった場合、貴様にもう勝ち目はなくなるが、いいんですかね。さあ、何出せないというのか、この私が。出るんだよ、トリプルレアは私の方からね。貴様風に言うとこういうのかな。私のパックからトリプルレアが出る確率は1億500万%だ。出ないじゃないですか。やはり私は、私にはデータは無理のようだ。貴様、私のデータバック開封をバカにしたな、侮ったな。そんな奴にはサダイジャムイマックスだ。やばい、やばいぞ相田選手君。私はクソ、久しぶりだよ。ここまで震えてる感じは、おじけついて震えてるのかね、もう一人の私は。むしゃぶるだよ。ここまで私を楽しませてくれるやつは久々だからね。ピエールスーパースピニングドロー。ピューピューピューヒョギーン。何も出ませんよピエールさん。もう一度貴様に技術を叩きつけてやる。貴様が勝てる確率は 0% だので、空いてないぞ。はい、お選手君。なんで僕なんですか。アイドアイドアイド選手君、くそ、何も出ないじゃないか。貴様はその程度の雑魚なのだよ。行くぞ、私のスーパードロー。くそ、メロンママが出たけど、これではどうにもならない。さあ、貴様にインドを渡してやる。私のデータパック開封デスマッチに狂いはない。このパックからレアカードダブルレアが出る確率、つまり 96% だ。96%、 そんなことはありえない。さあ、また出たマドレックス、白馬マドレックス。バカな、ありえない。出したといいのか、 SR を出さなければ。 SR だ、 SR を持ってくるんだよ。確かに私のこのバッグから SR が出る確率 9億85%。 ピエールさんも狂ってきた。出たー、ダブルレア、ダブルレアだ。追いついてきたぞ貴様。もう少し、もう少しで貴様に届く。バカな、ありえない。まだこの男、何かがおかしい。今日はさっきのパック開封の確率も狂っていたのは、この男が現れる前触れだったというわけか。やばい、いや、このままでは。今やばいと言ったな。私に怯えているな貴様。私は負けない。ここからレアカードを出すぞ。私は出ない。このままではまずい、追いつけないぞ。今お前は何点だ、何点なんだ、言ってみろ。7対4、かなり絶望的だ。貴様は私に2度敗れるのだよ。何も出ない。クソ、この最後のパックで SR 出てくれ。 UR と SR が入ってる2枚箱の可能性を信じるしかないよね。パル出す。うわー、このままでは私は負けられないのか。クソ、なんということだ。リガー、私は愛の選手。やはり貴様は私には勝てない。
新時代のピエールは私で決まりな。ザコメ、貴様の時代はもう終わったんだよ。バカな、ありえない、この私が。さあ、来るんだ、お前はまた私が処刑してやる。待ってくれ、助けてくれ、アイドル、確かーん。さあ、もう一人の私を、楽しい、楽しい罰ゲームの時間だ。貴様を二度葬ってやろう。この私のデータに狂いはない。私が勝つ確率、やはり 100%。私は最強存在。もはや誰も私を止めることができない。貴様をもってしてもだ。私は自分自身を克服したのだよ。ありえない。なぜだ貴様。なぜだ貴様を覚えとけよ。次は絶対お前を殺してやる。このデスマッチャー会話ピエールに敗北はない。不滅はない。私は何度やられても帰ってくるだろう。うるさいな。いいから突っ込むぞお前。いやもうこれ60度以上あるからね。貴様はもう熱くて熱くてもう大変なことになる。さあ、ゼラチンの海にピエール先が拡大されています。いやー、いい気持ちだよ。何いい気持ちになってんだお前。さあ、このままお前を固めてやるぞ。顔がでっかくなっちゃったよ、アイド選手権。これ、ずいぶん余裕そうだな。なぜ貴様は水中で喋れるんだ。いやー、もうこういうのは慣れっこだからね。さあ、ピエールさん気持ちよさそう。ありえない。ありえない。なぜこいつは罰ゲームを受けてるのにこんなにクールな顔していられるんだ。いやー、私のデータが狂ってしまった。危ない危ない。だが、このまま貴様を、冷蔵庫でもうすごい半日ぐらい冷やしてやるからな。ああ、もう冷凍庫を経験済みだ。私はもう冷蔵庫程度ではひるまないからね。なんで、ピエールさん余裕すぎる。愛の選手君、さあ、あれから24時間が経ったというところだよ。さあ、もう一人の私は凍っているかね、ゼリーになっているかね、ちょっと取り出してみよう。さあ、こんな感じになっているよ。ピエールさん、愛の選手君、助けてくれ。ピエールさん、なぜ無事なんだ。やはり冷凍された男は知恵だ。さあ、しっかり固まってますね、ピエールさん。いやー、愛の選手君、ホルマリン付けされて、なんか、すげえ、クローンピエールになってる、なんか、ホルマリン付けされた、すごい、生物みたいになってる。いや、ピエールさん全然抜けないっすね、これ、ちなみに。すごい、プルンプルンしてる。いや、これ抜けんのか、これ取れなくないか、ちなみに。さあ、もう一人の私、どんな気分だ。あー、ひんやりして気持ちいいよ。なんでお前はそんなに余裕があるんだ。じゃあ、これ、早速取り出してみよう、愛の選手権。愛の選手権、助けてくれ。早く取り出してくれ。まあ、これ結構寒いからね。いや、これどうしよう、マジで。マジでね、わかるかな。マジでプルンプルンなんですよ、マジ。弾力ありすぎて跳ね返されるぐらい。ナイフが。ピエールさん、今助けます、ピエールさん。愛の選手権、助かるよ。早いところ助けてくれ、私を。ピエールさん、私を傷つけるなよ、愛の選手権。あ、これ、プッチンプリンの容量で取れないかな。よいしょ。ピエールさん、待っててください。アイロンサシ君、さあ、早く私を取り出すんだ。いや、これ、いけるか。ピエールさん、今、助けます。ぎゅうぎゅうすぎる。ピエールさん、そろそろ取れてほしいんですけど。アイロンサシ君、私も取りたいのは山々なんだけど。アイロンサシ君、私の顔にナイフをたたるなよ。やばい。ボロボロ出てきたんだけど、なんか。怖いよ、ピエールさん。ちょっとずつ出そうではあります。形が崩れそうだな。でもこれもうしょうがない。ピエールさんを救出するためならもう、形はしょうがない。ピエールさん、今出してあげます。アイノサシ君、なんかボロボロだよ、アイノサシ君。あ、でも綺麗。ボロボロに見えるけど、でも綺麗だ。すごい。何これ。何これ、ピエールさん。すごい。ボロボロだけど、プルプルだ、ピエールさん。すごい、この弾力伝わるかわからないですけど。わ、すごい。ゼリー状にさ、ピエールさん、すごいよ。ゼリー状にされたピエールさんだ。なんだお前、この弾力。おい、このだらしない腹はどうした、私、この、おい、この、おい、お前。こら、やめろ、私はあんまり叩くんじゃないぞ、この野郎。すごい、もう。もうこんだけ跳ね返るぐらいすごい、私につけるんじゃないよ。めちゃくちゃ飛び散ってんだけど、ピエールさん、やめてくださいよ。ピエールさん、大丈夫ですか、ピエールさん。アイドル君、私の摘出手術をしてくれ、早くな。ピエールさん、行きます。です。ピエールさん、今助けます、ピエールさん。早くするんだ、アイドル君、私がデブみたいになってるぞ。ピエールさん、今救出します。アイノ選手君、早くするんだ。ピエールさん、もうこれ髪の毛すごいめんどくさいことになってますよ。ピエールさん、もうどうするんですか、これ。超めんどくさいっすよ、ピエールさん、この髪の毛。いいから、早く取るんだ。アイノ選手君、私を救出してくれ。これ無理っすよ、ピエールさん。これもうまたお湯とかで溶かすしかないっすよ、ピエールさん。いいから、さっさと私を救出するんだ、アイノ選手君。
ピエールさんもう髪の毛ぐっちゃぐちゃっすよこれ。もう無理っすよピエールさんこれ。はい、の選手くん、お腹が空いていないか、私のこの破片を食べよう。いただきます。うん、味しないっすね。味しないゼリーですマジで。何の臭みもないっすピエールさん。君期限切れのゼリーを食べたのか。いや、なんかでも結構冷たくて美味しいっすよこれ。アイムソチ君、また食べるんじゃない君は。私の一部を食べたというのか。君もデスマッチャーに染まるぞ。いいのか、戻れないところまで行くぞ。ほらほら、やめろアイムソチ君、私で楽しむんじゃない。アイムソチ君、これ絶対取れないぞ。もうカチカチな私の髪の毛、どうしてくれんだこれは。うわー、私のお気に入りのこのピンクのシャツも台無しじゃないか。もうどうしてくれるんだアイムソチ君。あ、貴様にはその姿がお似合いのようだな。貴様のこれは私に負けた一生消えない呪いだ。その背中のアローアルファの傷と一緒だ。貴様はもう私に、うわ、なんだこれ、汚いな。こんな灰をつけやがって貴様。絶対に許さないぞ。まあ、私に挑んでくるとこうなるということだ。もう一人の私を、そこで固まっているがいいし。このネオピエールのデータパック開封デスマッチに資格はないというわけで、クイ、あ、ネオピエールさんちょっと手汚れてます。うん、なんだこれ、汚いな、お前。もう二度と私に近寄るんじゃない、このお娘。なんてことだ、お前が考えたデスマッチだろ。いやー、でもアイムス君気持ちいいよ。さあ、視聴者諸君も私でネチョネチョにしてあげるからね。やめてください、ピエールさん。カメラを起さないで、ピエールさん。お願いですよ、ピエールさん。ダメだ、アイムス君。さあ、ゼラチンデスマッチ第2回戦。ピエールさん、すごい。髪の毛がすごいツヤツヤ。死んでいたピエールさんの髪の毛がキューティクルツヤツヤみたいになってますよ。これすごいな、やば、ピエールさん。これ、半端ないっすよ。プルンプルンだ。プルンプルン。